今朝は、日本経済新聞コメンテーター・北博之さんとお送りしております。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえー、では、取り上げるのは、こちらのニュースです。上川外務大臣が太平洋・島サミットの閣僚会合に出席。海洋の安全保障の強化を確認。日本と太平洋の島諸国・地域による太平洋島サミットの中間閣僚会合が昨日、フィジーで開かれ、上川外務大臣が出席しました。 太平洋の島し国をめぐっては中国が海洋進出の動きを強める中安全保障などの面から重要視されていて会合では法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持と強化そして各国が団結することの重要性が確認されました、えー、上川大臣は福島第一原発処理水海洋放出について 国際的な安全基準に基づいて実施、情報提供を続ける方針を説明したということだそうですこの会議の中身よりも、ですね、はい、やはりこの,この会議、閣僚会議ですから、日本からは外務大臣が言ってますんで、うんはい、本来であれば向こうも外務大臣が勢ぞろいしてもおかしくない会議なんですが。うんうんはい 欠席者が結構いたというのがやはり注目だと思います。うん中国と非常に深い関係を、えー、持っているソロモン、はい、ソロモンですかね。はい、とか。 あと何カ国かです、ねうん、外務大臣を送っていない国がありますね、はい、時間、外務次官だとか、えー、キリバスでしたもお大理大代理大使、臨時代理大使とか,かなりあの臨時代理大使ですからね、かなり格下を送っているということで当然、やっぱり中国への配慮から、はいえー、出なかったということで、えー、今回の訪問会議は。 日本とこの太平洋島し国が結束しているというよりはもはやこの地域が、うん、え日本やアメリカといったアメリカの同盟国と中国の間で分断されているということがはっきりしたと思いますうーん、まあ、本当、今年に入ってからでもナウルが台湾と断交した,したりとか、ねえまあ、中国側に、まあ、ある意味 寝返、はい、るというようなところも増えてきてしまっている、はい、ということですかねあのやはり結構、アメリカなんかでは研究が進んでいますけれども、はい、今、中国がなぜこの太平洋の島々に接近するのか、はい、えこれは実は旧日本軍がですね、はい、アメリカに,に戦争を仕掛け,る仕掛けてから面でこの地域を取りに行った。 わけですねでそのや,やり方と今この平和平時のうちに中国が面でこの地域をあの影響下に置こうとしていることの似ている類似性を研究するあの先の対戦の時に特に海軍は、はい、この内容を取りに行きたかった、はい、支持者に行った。はいはい うん、でだからこのオーストラリアの上のガダルカナル島とかですね、はい、ソロモンとか、はい、ものすごい戦闘が来たわけですねでその日本軍がやって狙いは今は恐らく中国の地政学的な狙いとも重なるだろうとで最大の目的はいざという時にオーストラリアを孤立させてうんアメリカとオーストラリアを分断するということを日本軍は目指したし、うんはい、多分中国も万が一この南シナ海や 台湾海峡で紛争になっっちゃった場合はこのオーストラリアを使えなくする基地をですねえそうすると今度ハワイからえハワイとグアムからアメリカは来るしかないのでえかなり制約されるとそういう意味でもうこの太平洋の島に軍事基地やレーダーとかですねそういったものを置いて軍事化するということをしてるんじゃないだろうかという見方が 私も取材したんですけれどもその<ー>あのアメリカの軍事専門家ですねそういう見方をしていましたうーん、まあ、オーストラリアの、ね、北の方には「ダーウィン」というところがあってあ、まあ、ここなんかは海兵隊がこう。 ローテーションで来ているところ、ね、非常に重重要要だと、はい、重要ですねこの辺への置き方が難しくなるとか、はい、そうですね、うん、逆に言えばアメリカは、グアムや、はい、ハワイはミサイルですぐ基地が壊される危険があるので、うんうん、えその時のバッファーとして、まあ、日本のもです、ね、もちろんいるわけですが、バッファーとしてオーストラリアに今、駐留を始めている。 そこをまあ分断、うん、されちゃうと困るねっていう話になると思います。なるほど。えー、お知らせを挟んで、七時頭からは石原あ総理補佐官登場です。 日本放送飯田康二の OK 康二アップ改めましておはようございます日本放送飯田康二ですおはようございます日本放送信用一華です今朝のニュース解説は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんです引き続きよろしくお願いしますさあそしてこの時間から、えー、住民主党衆議院議員で国家安全保障に関する重要政策および核軍縮不拡,散担当不拡散問題をご担当される、えー、総理大臣補佐官石原博多さんにも お越しいただきました。 石原さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よます朝座りならありがとうございます。ありがとうございます。えー、まあ、外交安全保障に関してを中心にですね、この後7時20分ごろまで、えー、お付き合いをいただこうと思っておりますが、えー、まあ、その前に一つだけ、まあ、政治とお金についてのお話というのもね、えー、これは、まあね、えー、明日にも自民党も調査結果が出てくるというところでありますが、いやこれ、まあ、 で官邸でお仕事をされていても、まあ、大きな問題だと思いますがどうご覧になってますか 本当に大きな問題だと思いますし、えーああ、今後、あの公表されるあの報告では、はい、そのお金の使い道っという形になれたと思うんですけれども、そういうことをはっきりしてです、ね、まあまあり時間をかけずに、うん、あの責任問題をです、ね、はっきりさせていく必要があるんじゃないいかと思いますまあ直近、ご所属なさっていた岸田派は、ね、いち早くその解散を行ってというところですけれども、あの辺の総理の決断というのも、これはどうでしたか、驚かれたとか、早かったですか。 いやまあ、あの本当にあの素早くです、ね、<ー>判断をされたと思います、派閥、うんまあ、を解散すれば済むというわけじゃありませんけども、やはり派閥をあのまま継続、大半しているとです、ね、やはり自民党の信頼は、えー、回復することは難しかったと思うんで、うんあの、いい判断だったんじゃないかと思います審判、うん、本部を立ち上げて、まあ、総理本部長としてというところ。まあ あの今、政府の中にいらっしゃるお立場だと、まずはそこのお出てくるものを待つって感じになりますか、まあ、本来であれば、刷新、えー、本部の議論をっていうのが、ですね次、うん、だと思うんですけれども、総裁派閥の方もです、ねうん、あのその政治的な問題が出ましたので、まあ、あの解散をおお言われたのは、うんあの、いいタイミングだったんじゃないかと思います。うんはい さあ,あでは、この時間取り上げていくニュースこちらのニュースです北朝鮮が新型のロケット砲を開発。 北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日兵器開発を担う国防科学院が今月11日に新型の多連装ロケット砲の発射実験を行ったと報じました公開された写真では移動式発射台から240ミリ口径だとするロケット砲が発射され島に命中した写真が写っておりますまたたたた発発表でははロケット砲とと合わせててて弾道制御システムも新たに開発したとしていて国防科学院は命中精度が確認されたと しております。えー、秋田博之さんと、議論していく中で、まあ、六時半冒頭のところで。北朝鮮と、そのロシアのね、つながりという話がありましたけれども。こういった技術っていうのも、ロシアから来てたりするもんですか。まあ、これはもう、あの、もともと北朝鮮は短距離。韓国を、うんえー、攻撃するものなので、たくさん持っていると思うんですよね。はいえー、やはり、こう、これはロシアとの、えー、関係で。 能力が強まっているというよりも、うん、あの今年に入って北朝鮮はもう歴史的な転換となる方針を発表して、うん、それはあのこれまではキム・イルソンの時代からずっとですね、はい、国家主義の時代からあの韓国を敵視しても最終目標は統一だという目標を掲げてたんですが、うん、これをもうやめるということで平和統一を取り下げて、うんまあ、これが発展 たりなのか本当なのか分かりませんけれども、えー、かなり敵対度合いを高めるようなこう言動とか<ー>戦争を想起するような声明を、えー、が増えているという中で見た方がいいのかなと思いますね千原さん、そうなると、まあ、その朝鮮半島の話当然日本に直接降りかかってくる話ですもんねどう備えるかというところになってくると思いますがいかがでしょうか。あの私もですね昨年の9月に穂坂になってから、はい まああの衛星の打ち上げにも成功していますしまた、中距離のですね固定燃料のミサイルも今まで持っていなかったんですけどもえ打ち上げに成功してさらにそれがあの超音速のですねえこの軌道がまっすぐじゃないというか放物線を描いていないようなこのミサイルを打っていますではいあのでかなりですねえ東アジアの状況というのは厳しさを安全保障の状況が厳しさを増していると思います。 まあ、この、ねあのー、対応ということになると、まあ、あ削減地を攻撃する、まあ、いわゆる敵基地攻撃能力と、うんまあ、反撃能力という、ね、言い方もされてますけれども、まあ、この辺も急がないとということに私の同期の木原ル防衛大臣がですね、はい、エマニュ大使とサインをしたんですけれどもあのトマホーク4000発ですね。 当初は2026年の導入でしたけれども 1>、はいえ、1年前倒して、来年からですね、導入をします、あのまあ、イージス艦に載せるんですけども、私も3月にあの横須賀のです、ね、基地に行って、ちょっとその辺もですも、ね、聞いてこようかと思ってます。うーんこの兵器の重要性というのは、秋田さいかがですかそうです、ねあの 今まではミサイル防衛で守れるということでやってきたわけですがこれも大事なんですがあのとにかく飛んできたピストルの弾をピストルの弾でこちらが撃って撃ち落とすみたいな兵器なのでやはり大量にミサイルが飛んできた時には撃ちきれないということは落としきれない危険がありますよねなのでそうなってくるともう撃たせない撃ったらこっちからも反撃がいくよっていう体制にしないと。 もう厳しくなってきてきるとそうした中でこのトマホークを日本が大量にあの導入するというのは理にかなっているのかなというふうに思いますう、まあ、打たせない抑止力ということになりますけど、はい、これは、磯野さんやっぱりアメリカとも同盟国連携しながらやっていくということになりますか。 まあもちろんあのあとアメリカとです、ね、韓国と連携をしながら北朝鮮の問題をやっていきますし、うん、まあただ、トマホクミサイルはアメリカから購入しますけどもあの三菱重工が作る、ねうん、SSM というです、ね、地対艦ミサイルがあるんですが、うん、まあこれを改造して、はい、え長距離飛ばせるようにしますし、うん、さらにはあの三菱電機がです、ねえー、飛行機に搭載する空対地ミサイルスタンドオフォーミサイルもです、ね、これから開発してまいりますので、はい、え日本で えー、作るでこの反撃能力というものをしっかり保有していくということがあの今のの政府の考え方です、うん、やっぱりアメリカばっかりに頼ってとっていうわけにもいかない。 というまあ日本国産のものは当然、欲しいでですすよねねそうですね私はあのやっぱり、えー、時代が変わってきて、はい、まあ韓国がですね2022年に2.5兆円もですね、うんえー、この装備移転をしていますので、はい、日本には力がありますから、はいまあ、なかなかミサイルの装備移転とまではいか,いかないとは思いますが、迎撃、うん、用のです、ねうん、ミサイルなんかは考えてもいい,いいんじゃないかと思ってます。うんうん えー、ニュースしまたぎそしてまあこの後おはようニュースネットワークのゾーンも石原弘作さんにお付き合いをいただきますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です えー、今朝のコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん、えー、そして自由民主党衆議院議員で内閣総理大臣補佐官の石原弘貴さんとともにお送りしてまいります取り上げるニュースこちらですアメリカのトランプ前大統領が在任中に NATO 加盟国への攻撃をロシアに促すと発言していたと明かす アメリカのトランプ前大統領は今月10日サウスカロライナ州で開いた選挙集会の中で大統領在任中に NATO= 北大西洋条約機構の加盟国が十分な軍事費を負担しなければロシアに攻撃を促すと発言していたと述べました。 えーまあ、これを受けて各国反応しておりますが NATO のストルテンベルク事務総長は声明で同盟国が互いを防衛しないという発言はアメリカも含めて我々すべての安全保障を弱体化させアメリカとヨーロッパの兵士の危険を増大させると指摘をしたということでありました。 まあこのトランプさんね、えー、ここのところは選挙キャンペーンでさまざま発言があって <laughs>、えー、いろいろこの発言はもう一線を越えましたね。一線を超えたロシアにあのあ<の>多分多分これは注目を集めてネットやそのいろんな、ま、メディアで自分に注目してもらって選挙に有利にしたいということもあって言ってるんだと思いますが本当にこのロシアに NATO への 防衛費を払わないなと同盟国への攻撃を促すような、えー、発想を持っているとしたら、えー、もはや、もうちょっと次元が違う、えー、世界に入ってるなと思いますうんうんますあこれね、ねあのドイツなどを念頭にしながらいや、お前らちゃんと負担をしろよという気持ちが先走ったのかみたいなね解説もあったりしますが石原さん、ただわれわれもボ、ね、同盟国としてはちょっとドキッとする発言ではありますよね。 私は本当にちょっとドキッとしますね、えー。まあこれただね、あの大統領選挙の結果いかによってはで、ね、日本もこうどう対応するかっていうのを、これも考えなきゃいけないんですよね。いかがですか。あのまあ大統領選挙については、はい、あの政府としてもですね、あの北米局を中心に見ています。はい、私もあのちゃんと報告を受けてですね。ただまだあの、えー、おそらくまあ共和党はトランプ 前大統領になると思うんですけども、民主党もバイデン大統領になると思うんですけども、のこの2人が確定したときですね、その後にやっぱり無党派層がどう動くかっていうのは決まってくるので、今の段階ではまだ分からない。またあのやははりりトランプ前大統領はですねかなり訴訟をこう はいえー、いくつか抱えてらっしゃるので,るんで、ね、その結果によっては変わるんじゃないかみたいな形を考えているので、まあ、まずはあの、えー、この2人が。はい ママッチアッッ、えー、<と>ッチチアアププするでする、ね、る <laughs>、ね、その時に武藤がどうなるかを考えて、うん、まあそれから、まずは策も考えてもいいんじゃないでしょうか <laughs> なるほど <laughs> まあ、われわれとしてはあれですよね、まあ、民主党だろうが共和党だろうがもう付き合っていくよりほかしょうがないというところありますもんね。うん、そうですね、はい、うんどっちが付き合いやすいとかっていうのは、ぶちにあったりするもんですか いや昔はなんかあの共和党の方が付き合いやすかったんじゃないかと思うんですけれども、はい、やっぱりトランプ前大統領は特別なんでうんそういうところをやっぱり読,み読むということは難しいというようなね、なかなかあの安倍元総理のような方が、岸田総理も外務大臣として、まあ、トランプ政権と向き合ってらっしゃったわけですよね、あるいは政調会長としてと。そうですね あの一時期は重なっているところもあると思いますので、まあ、はい、これね日本はただ防衛費はねドイツは方たちっても増やすということはもう決めてますもんね。はいはい、そうですね。まああのドマホークミサイルも買いますし、はいはい。F 三十五もあるし、はい、F 三十五もありますし、はい。 さあでもここはどう付きやっぱり政府としては今石原補佐官のおっしゃったようにですね結果が決まるまでどあ,のそのある意味で中立といいますかね公式な立場としてはあの中立の立場で見守るということになると思うんですが、まあ、あの本音ベースではトランプになってしまっトランプ大統領になっちゃった場合の対策を、まあ、各国 内心は考え始めると思うんですよね。<ー>で、あのここ今月の2月2日から4日まで、日日日本とイギリスの国会議員やあのジャーナリストとか外交官が集まって小田原で、はい、合宿形式で<ー>あの国際情勢を話し合う日英21世紀委員会という会議が開かれたんですね。<ー>でもたまたま私もそこに参加してたんですが、もう週 主な議題の一つがまさにこのトランプ大統領になった時にどう対応するのかということで議論が盛り上が,盛り上がると集中しておりましたやっぱりイギリスも日本もアメリカに防衛を大きく頼ってますので、はい、もしもトランプになっちゃった場合の対策は相当に大変なことになると思うんですよね。でまあ、イギリリスでしたらをアメリカが 抜けた場合どのように対応するのかとか、はい、日本の場合は、まあ、中国がありますから、ええ、トランプさんは中国のことに厳しいんで、えー、簡単には日米同盟をやめちゃうといことはないと思いますが。 もうちょっとこうさらに負担を要求するとかっていうこともあるのかなと思います、まあ、この、ね、アメリカとの関係であるとかあるいはさっきニュースに入ってきましたけどバイデンさんは TikTok ク始めたとかですねあの経済安全保障といったらそれいいのみたいな話が <laughs> ね石田さん、いろいろ出てきたりしますけれども、まあ、対中国の向き合いでもアメリカの方向性によってまた変わってきたりしますかね。どううなんでしょう まあ対中国を考えると、うん、まあ私もあのこの安全保障の補査官になってつくづく感じるんですけども、はいえー、まあよく第一列島戦とかですね、<ー>第一列島戦、つい最近は私もちょっとこれは知らなかったんですが、第三次列島戦というですね、第三もあるんです。第三もその南太平洋のですね諸国も含めて、えー、まあいろんなですね中国とのこの派遣争いみたいなのが起こってる中で、うん、なかなかその。 中国に対してです、ねうん、アメリカの姿勢が変わることはないんじゃないかなというふうに思います、ね、トランプさんになるとやっぱり関税とかそういう面が前面に出てきたりするイメージがあるんでしょうかそうですよね。一律、かなり交関税をかけるというような報道もありますのでそうすると日本としても、まあ、第一次トランプ政権の時はは、ね、結構、交渉したという話がありますけれども今回も、それこそこ石原さん、ね、これ安全保障も含めてで。 いいいろろ向きき合いが大きくなるかもしれそうですね、まあでもやっぱりその議論を尽くせばですねです、えー、ディールの人と言われてますから、はいえー、議論を尽くせば、お互いにあの結論は見出せるんじゃないかと思いますうんで他方、今はバイデン政権であるというところで、今度4月に総理が訪米をされて、それも国賓でという話が出てますが、はい、ここでの議題って、 っていうのも中国と向き合いだったりとかっていうところになってきますか。いやこの訪問してですねあの上院会員どちらかわかりませんけど演説をすると言われてますけどもその辺の中身についてはあのまだ情報入ってきてません。おおやっぱりその辺はこれから練り上げていくって感じになるんですがまだあと二ヶ月ありますもんね。そうですね。はい。阿野さん何か伺いたいそうですね。あのやっぱりえー。 国賓っていうのは本当に上下両院議会で演説をする非常に貴重な機会なので、はい、なんかこうそこでいいメッセージを発信してほしいと思いますよね。う まあこのね、あのアメリカとの関係、中国との関係、まあ、岸田さんの外交、まあ、法の支配であるとかをこう重視してとていう国際協調を中心にやっていらっしゃいますが、どうですか、これ、まあ、その方針というのは、この先も変わらず、これでやっていくという形になりますかそうですね、そこは大きくは変わらないんじゃないかというふうに思います。う でまあ、あの産業界などは、ね、中国とビジネスをっていうのもありますけれどもこれあの安全保障面でいうとやっぱちゃんと、ね、しとかないと技術が取られるとかいろんなこと言われますけれども今回の国会で、えー、セキュリティクリアランスを、ねはいえー、やるというところですがその重要性だとかっていううのはどう考えなっていますかあの、まあ、セキュリティクリアランスあの、リスナーの方はもう分かってらっしゃるかもしれませんがあの 相手国の政府から日本の政府に、えー、伝わってきた情報でそれを民間に、はい、の提供した場合だけに。 あのかかりますので民間独自が持っているその最先端技術の情報なんかはです、ねはい、対象外ですのでまああの私はですねそのことによっていろんなあの新たな技術の情報交換をすることによってですね、えーそのえー、法の秩序とかですね、はい、あの民主主義の国家で新たな製品が開発できたりしてですねうんあのよりあの 発展に結びついてくるんじゃないかと思いますんで、はい、あのご理解をいただいて、ただやっぱり準備が少しかかりそうなんでですね、<ー>ちょっとまだあの法律が確定してませんが、はいえー、あの施行時期は一年二年。2年うん 少し先になるんじゃないかというふうに考えています。それこそね、戦闘機の共同開発とかもこれから進む時にはこれ必要になってきますもんね。まあ絶対に必要になってくると思います。うんはい。まああらままであの、はい、特定秘密はあったんですが、はい、まあそれより少しあのランクの低い、はいはい、コンフィデンシャルっていうものもですね生まれてきますので。えー、この時間内閣総理大臣補佐官石原弘高さんにもお付き合いいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 えー、今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします,ししますでは続いて取り上げるのはこちらのニュースです国民民主党が自民党の裏金問題を批判 国民民主党は昨日党大会を開き自民党の派閥の裏金問題について政治への信頼を根底から揺るがす大問題で看過できないとした活動方針を採択し自民党への対決姿勢を打ち出しました国民民主党はガソリン価格高騰時にガソリン税を下げるトリガー条項について自民公明両党と協議していましたが自民党の対応が不誠実だとして先週協議からの離脱を決めました 昨日、都内で党大会を開いたということで、まあ、それがニュースになっております。まあ、国民民主党としては、こう打ち出してきたとどうとこですか。まあ、一時期、国民民主党は、はい、あの連立よ、連立政権入りするんじゃないかというようなところも。はい、ところまで行ったこともありましたが、もはやこの自民党のあの状況ですと、はい、まず。 政治的な判断としても距離を置いた方が選挙上はあのはるかにいいというのは根底にあると思うんですね。ただそういうあの積極的なあの話は別にして、はい、まあこの自民党の裏金問題はやはりこう企業自民党というのを企業に置き換えて考える必要はありますよね。あの企業でこういうい不祥事がが起きたら、はい、もうすぐにあの役員なり社長が 責任を取って、うんうん、一定のところまで行った時に、やめるとかですね。はい、しますし、コンプライアンス上を徹底的にその検証して発表すると。うん、しかも、その企業は税金で賄われているわけじゃなくて、自分たちであの販売したりして、はい、こう努力でお金をうん、うん、収益を得ているわけですが、政党、はい、の場合は、我々の、我々、普段、ちょっと忘れがちになっちゃうこともありますけど、うん、我々の税金が。 えー、彼らに政党助成金という形で流れているので、うん、なおのこと企業のもう100倍ぐらいですね、はいえー、コンプライアンスをちゃんとしなきゃいけないというそういう。 根底前提があるというのを何回も思いこれね、あのー、政治資金規正法だとかの改正、まあ、会計責任者だけじゃなくて議員も連座制でやるべきなんじゃないかとか、まあ、いろんな指摘が出てますけれどもやっぱりね自分たちで自分たちを縛る法律ってなかなか作りづらいんでしょうねこう,作らないともう 党として立ち行かなくなってしまうというぐらい人気が下がっ批判無視支持率が下がってそしてやらざるを得なくなるというようなシナリオしか難しいかもしれないですよね考えづらいかもしれないですまだ自民党政党支持率が三割ぐらいあって、はい、これに対して野党の政党支持率は一割以下あ日経新聞の最近の,の調査ですよね、えー ということはまだ自民党の支持率がそこまで下がっていないんですよね。野党がが逆に上がっていないなという状況はまだあるのでそこがまだ十分有権者からの圧力という意味では、えー、そのあ連座制まで。 ええ、視野に入れた動きにはなっていない面もあるのかもしれません、うんまあ、その辺どうなんでしょうね、国民の側ももう、またかよみたいな感じのこう、無関心が増えてるようなところはそうですね、まあ、もう連日このニュースを見ているうちに、はい、まあ本当にもっとたくさん重要な問題があるのに、でも内心早くしてほしいという気持ちが高まってくるんじゃないですかね、この処理をですね。うーん,うーん まあ野党側はここら辺をこうテーマにしながらえ結束というものができるのかどうなのかっていうところ、まあ維新の動きなどもねありますからなかなかどうなんでしょうか。まあ一番いずれにしても今後の政治カレンダーで見たときにこの4月のえ衆院補選ですね。三つの補選三つの補選があります。はい。でここ三つあってこれ全部自民党が 確実に負ける、うん、というような世論調査の見通しになってくると、はいえー、このままでは大変だと、うんえー、でさらにこれ全部全敗してしまうとですね、はい、本当にこの今の状態で、えー、来年の秋までの参院選と、うんえー、秋までに予想され、えー、どこかで実施される衆院選、はい、戦えるんだろうかという声が出て、うん、まずは9月の自民党総裁選に向けて えー、岸田さんを変えて別の人をっていう動きも自民党の中で出てくるかもしれませんねうん、えー、4月の,この参院あ衆院の3補選、えー、東京15区、島根1区、長崎3区という3つで。 ありますがこれ島根は、まあ、細田博之さんの亡くなったことを受けてと、ええ、ここは硬いんじゃないかと言われてますけどさすがに、もさすがに私もこの細かい世論調査、まだチェックしてませんけれども、ええ、島根で負けるようなことがあると、ですねきびあの厳しいですよね、もう島根といえば本当にもうう自民党の、はい、非常に極めて強い岩盤。 の氷伝があるところですから、さすがに島根で負けたら、えー、ちょっと驚きますね、はい、で長崎3区は、まあ、あ谷川綾佳さんの辞職に伴う部分だと、はいまあ、ここは今後、合区があるから出さないんじゃないかって話もあり、ね、まあ、そうです,、ね、すね、そういう話もあります、あと東京は東京で、不祥事に伴う、はいえー、自民党の不祥事に伴う辞職ですから、はいまあ、厳しいですよね。 うんまあ、そうなってくると、まあ、これの結果次第によってはかなり流動化してくる、はいうん、でもそれをこう見越して改ざんみたいなところもあですか、ね、非常に、えー、カードで言うとトランプとカードで言うとジョーカーはこの4月の補選 前に、はいえー、4月のいわゆるワシントンに国賓訪問をして帰ってきた時とか、はい、もしくは3月末に予算が成立した時に、えー、一か八かで衆院解散し、はい、するというのも理論的にはあり得るかもしれませんがちょっとそれはかなりリスクが高いと思います。 お相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一課がお送りしています今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします続いてこの時間はここだけニューススクープアップ,プ,ア,ップアメリカ大統領選挙の世論調査バイデン氏の続投付加86% アメリカ ABC テレビなどが今月11日に発表した世論調査で11月の大統領選挙で再選を目指す民主党のバイデン大統領が81歳、高齢すぎて2期目を務められないとする回答が86%に達したとということです、まあ、トランプさんも含めて高齢すぎるんじゃないかというのは59%に上ったということなんですが。はい、うん まあこの数字を見てまず思うのは、はい、えもしもトランプ氏が当選したらというモシトラ「もしらというのが流行っているワーディングですが、はい、もう「もし虎」じゃなくて「本当ら」というか「ね、うんとら」「ほ、うん本当にもうトランプさんになっちゃう」というふうにモードを切り替えて準備しなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますね。あの今の世論調査 はい、あの強豪州、重要な州でのトランプ VS バ,バイデンという世論調査ではもうトランプさんが優勢というトレンドが出てるわけですよね。それなのにこの裁判でトランプさんが出れなくなるかもしれないとかですね、はい、そういうようなことで安心して、えーまあ、まさかトランプ大統領の再選はないだろうと思うのは大きな間違いではないかと。 今から準備をしておくまあね、ここのところ、いろんな話が出てきますが、それこそ週末のテレビ番組であまり前自民党幹事長が、えー、チーム安倍を再編したらどうだみたいな、あの時の知見をとか、いろんな話が出てきますけれども。うんまあ まりさんの発言は、まあ、当然自民党総裁選をにらんだ、はいえー、面もあるでしょうけれどもなん,んですかねこういわゆる安倍さんがゴルフを4回やったりして、はい、トランプさんと個人的な関係を築いた、うん、そういう対策日本側がトランプ対策ができる内閣を揃えればいいというのはまあ、えー 基礎と応用と上級編があるとすれば基礎中の基礎というかですね、えー、それはやった方がいいと思いますが、はい、そんな程度では2期目のトランプ政権は通用しないと思いますね。1>, お<ー>えー、1期目はもうなったばかりで何が何だか分からなかったから、うん、あの相手のことも聞いただろうし、まあ、こ,この人はいい,いい人間だなと思えばトランプさんも手加減したりとかですね、うん、あったと思いますが今度は本当に。 トランプ流路線でもうアメリカの国益第一的な路線を曲げないどころか加速させる準備を今からして,るとしてますのでやっぱり取り入るとかっていうのはじゃなくて、はい、もうトランプ,トランプ路線をまともに受けてです、ね、えこっちがあのアメリカに何でもおんに抱っこで、えー、やるんじゃない路線に切り替えていく。 日本自身が変わるっていうようなレベルで対応すべきなんじゃないですかね、はい、準備すべきなんじゃないですかねあうん、まあまあ、そうすると、日米同盟、まあ、全くそれがなくなるってわけではないけれども、むしろ自分たちで自分たちを守るというところを、はい、これ、だからそれやるには結構、法律の壁だとか、憲法の壁だとか、いろんなところでぶち当たるんじゃないですか。そうですねあの日米 アメリカの同盟国は世界中にいっぱいありますよね、はい、イギリスとか韓国とか、えー、フィリピンとか、はい、例えば韓国でさえええあの、相互防衛条約なんですよね。韓国は アメリカを守る義務も負っているわけです。ただそれはあの全世界じゃなくて、はい、地理的にアジア極東かな<ー>とにかく。ですから韓国はそのベトナム戦争にも<ー>、えー、兵を派遣したり、アフガニスタンにも出してますよね。はい、だから日本は韓国並みぐらいには本当はそのやらないと、えー、同盟のこの平等性という意味では。はいえー 同じととは言えないと思うんですねでトランプさんは確か前の大統領選のキャンペーン中に,、はいえー、にアメリカは日本を助けるために兵隊が戦う,うだけれども日本が攻撃されても日本あアメリカが攻撃されても日本は助けないで家でソニーテレビを見ていればいいみたいな不平等じゃないかと <laughs>、はい、言ったことがありましたよね確かに。これは彼の頭の中で多分今でも残ってる発想だと思うんですよね。うーん そこをもちろん一気に変えることなんかできませんけど日本はただ防衛費を2倍にしてで自分でこの反撃力を持つというような方向に進んでますからえそれをちゃんと説明してさらにはこう,こういうことをやってえ自分でもこう自分を守る責任を果たしますというようなえそういう政策を見せていかないとトランプ氏を説得することは難しいのではないかと。 うん思いますね。うん。まあねそこでいくとまあそれこそ大きな話になれば憲法九条。 はい、の話にもなってくるし、はいでまあ、今国会だけでもいうのは、まあ、セキュリティクリアランスは一応、法案がまだ、ね、提出す時期は未定だと先ほど石原補佐官もおっしゃってましたけれども、まあ一応出るということになっておりますで一方で、えー、サイバーディフェンスに関してのアクティブディフェンスの部分というのはこれ、法案自体もこう出さない方向みたいなね報道が出たりなんかもしてますけれども。そうですねあの、うん え先日読売新聞が確か報道してましたけれども、はいはい、え私も取材をして似たような話を聞きました、うん、それは何かというと、はい、アメリカがその,のサイバー部隊がですね、うんえー、得た情報によると日本の政府の情報、うんえー、外交講演も含めた情報が中国のホストコンピューター ハッカーーーののコンピュータの中にあって要するに筒抜けになっているよということをアメリカが発見して、はい、それを去年日本に、えー、通報してきたと<ー>いうことでしたよね読売新聞の記事は聞、い、でそれはあの確かワシントン・ポストが去年に似たような報道をしています。はいはい、でだとすると要するに日本に秘密を打ち明ける共有すると全部抜けてしまうで抜けてることすらも日本に教えてあげないとわからないという状態 これはやっぱり私が友達だったら秘密を打ち明けられないですよね内緒話でき,ないで,、ね、できないという状態なので、えー、まあセキュリティクリアランスをちゃんと今度やっていくっていうのはあのその一つだと思いますが。はい やっぱり日本自身がアクティブサイバーディフェンスというもうちょっと積極的にこの中をこう監視していくということをやらないといつまでもこの何が抜かれているのかすら分からないという状況はアメリカのためにじゃなくてですね、はい、私は1人の日本人としてちょっと怖い。 ととと思思うんんでちゃししてほしいと思いますよねうんここがまたその憲法の通信の秘密とバッティングするんだという話が昔から言われますよね。はい、そうですね。今それがなんかこのその解釈がネックになって法案がなかなか出せないという、はい、ネックというかまあ解釈に時間がかかっているというかですね<ー>え法制局という話も<ー>という噂も聞きますがなるほどいずれにしてもちょっと時間としてかかりすぎてる。はい 感じしますよね。えー、まあアメリカ大統領選の話からいや日本どうするとういうところお話をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジオタイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。